算数問題、意外と正解できない速さ問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。時速 45km で24分間に何メートル進むでしょう。解説をします。時速とは1時間で進む距離、つまり60分で進む距離であるから、時速 45km を60で割って1分あたりの進む距離を出し、それを24倍すれば良いです。その流れを一気に行うために、上のように分数で式を立て、それを12で割って約分し、さらに約分して計算すると 18km となりますが、0を3つ加えて 18000m と単位変換することを忘れないようにしましょう。おまけ問題です。時速 50km で 140km 進むときにかかる時間は何時間何分でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。